はい、どうもこんにちは、染島です、えー。今回も始めていきますけれども、えー、今回は視聴者の質問にお答えしますということで、えー、先日ですね、あの、あげました YouTube の動画でですね、えー、コメント欄の方に質問いただきましたので、えー、その質問について答えていく動画にしていこうと思います。初投稿の、あの、自己紹介の動画なんですけれども、 そちらの方でですね、このようなコメントをいただきました。えー、西宮めめさん、えー、コメントありがとうございます。は、え、じ、ー、めまして、えー、私は小説を書いたことがないのですが、モチベーションを上げるにはどうすればいいでしょうかプロットは書いているのですが、プロットだけになるというか、非常に難しいことで教えていただきたいです。はい、えー。ということで、この内容で、えー、お話ししていきますけれども、 まあ、こちらで、あの、このコメントについての回答を答えていくんですけれども、今回のテーマは最初に書く文章、つまり書き出しとモチベーションについてということで、えー、お話ししていきます。で、この解説の要点としまして、2つの意識っていうのがまあ大事なので、えー、この2つの意識、えー、まとめますと、まず ①、丸一書き出しの難易度は高いという意識。それから ②、丸二モチベーションは上げるのではなく維持するという意識。 この二つの点について詳しく解説をしていきます。ではまず一つ目、書き出しの難易度は高いという意識。書き出しというのはですね、あの、おそらく今回の質問者さんが思っているよりも何倍も難しいものです。だからこそその難易度とのギャップというのがあって、プロットは書けたけど本文に進めないという事態になっているんじゃないかなというふうに僕は推測しました。なのでですね、まず書き出しの文章とは、 とにかく気力を使うもんだということをまず理解しておいてください。で、どれくらいかと言いますと、あくまで自分の体感になりますけれども、書き出しの100文字を考えて書くっていうのは、途中の1000文字を考えて書くのと、すごい同じくらいの重要性と労力っていうのがかかっているんじゃないかなというふうに思ってます。というのもですね、あの自分自身書き出しを書くのが、まあ、やっぱりしんどいわけです。結構だるかったりします。 なので、プロットだけ書いて何日も足踏みして、もう今日は書かなくていいかなとか、そういうふうに考えて本文に進めなかったことっていうのもあります。じゃあ自分の場合それをどういうふうに解決したかと言いますと、え書き出しを書く日っていうのはもう本当に数行だけ書いて終わりにしましたえ。ただですね、あの自分の考え方だと書き出しの100文字っていうのは実質途中の1000文字に相当する、まあものなので、 もう今日はこれで十分でしょうと。よくやったぞ十分というふうになるわけです、えー。書き出し100文字っていうのを書けた自分を、まあ、まずは褒めてですね。あとはま、ご褒美に好きなゲームをプレイしたり、YouTube を見たりしているわけです。えー、ちなみに書き出しさえ書けたなら、あとは、たとえ100文字未満でも、もう1行だけでも結構です。とにかくその書き出しを書けたっていうことが大事なので、 まずは書き出しをとにかくクリアした自分っていうのを褒めてあげてください。それとですね、あの書き出しっていうのはついついかっこよく書きたいと思いがちだと思うんですけれども、そういった考えっていうのはもう捨ててください。小説を書く上でその大事なのは書き出しのかっこよさよりも、その後に続く物語なわけで,で、その物語を形にするためには、どんなにかっこ悪くてもまずは一歩を踏み出すこと、それが大事になってきます。 で今回の質問者さんの場合ですけれども、まあ、プロットは仕上がってるっていうことなので、おそらく最初の,その書き出しさえクリアしてしまえれば、あとはすんなりと書けるようになると思います。なのでそこは心配しなくても本当に大丈夫なんじゃないかなというふうに自分は感じました。二つ目ですけれども、モチベーションは上げるのではなく維持するという意識を持つということです。え質問者さんについてはですね、あのここまででも 大丈夫そうな気はするんですけれども、まあそもそもの質問内容がですね、モチベーションを上げるにはという質問だったので、まあこちらもお答えしますけれども、モチベーションは上げることよりも維持すること、そちらに重点を置いてください。というのもですね、あの作品に対してプロットを書き上げるだけの熱意っていうのは、現在の時点でまあ質問者さん持ってるので、最低限のモチベーションっていうのは、 あの、持ってるはずなんです。おそらく書き出しさえ乗り越えてしまえれば、あとは今あるモチベーションを維持していけば問題ないのかなというふうに感じています。ではですね、えー、モチベーション維持に必要なことは何かと言いますと、まずは少ない量を毎日書き続けること。それでも無理はしないこと。そして書き続けられている自分というのを褒めることですで。まず無理をしないペースはどれくらいかって言いますと、大体目安として1日500字程度。 で、この程度のペースで毎日書いていれば、極端にモチベーションが低下するっていうことはまずないかなと。で、もちろんですね、あの、もっと書けそうだなと感じたら、もっと文字数のペースを上げてもらっても構わないです。逆に500字でもしんどいんだったら、それは下げてもらっても構いません。で、日によって、まあ、今日は辛いから文字数減らそうとか、今日は調子いいから文字数ちょっと多めに書こうとか、変えても OK じゃないかなというふうに自分は思ってます。 ただこの時に気をつけてほしいのは思ったよりその書けなかった自分っていうのを責めないことです。で、これは自分を責めてしまうことこそモチベーションの低下っていうのにつながってしまうのでむしろその続けて書くことができたその自分を必ず褒めてあげてください。で、もしそれでも納得できないようでしたらその日はちょっとインプットを多めにしてでそれでインプットをたくさんできたっていうことで自分を褒めてあげてください。で、まあプロ作家だとこういうふうには いかないんですけれども、まあ、趣味で書く分には、あんまり自分を追い込みすぎないで、無理せずやる気をコントロールすること。そしてですね、あの小説を書いている自分っていうのを肯定してあげること。それがですね、あの執筆を長く楽しく続ける秘訣なんじゃないかなというふうに自分は考えています。では、えー、おまけになりますけれども、 あと参考資料としてですね、あの書き出しというサイトを紹介させていただきます。えー、ここにはですね、あの様々な小説の書き出しだけが紹介されてまして、で、それぞれの書き出しっていうのをクリックすると、その出典元となる小説が紹介されるっていう形になってます。で、もしこの中でですね、惹かれる書き出しがあったら参考にしてみるのがありなんじゃないかなというふうに思ってます。で、あの概要欄にリンク貼りましたので、そちらから飛んでみてくださいということで、 あとは最後に言うまでもないんですけれども、この書き出し丸々コピペして盗作っていうのはこれは NG なので、それは絶対にやめてください。では最後まとめになりますけれども、今回初めてですね、視聴者の質問に答える形で動画を作らせていただきました。で、小説を書くっていうのはもうとにかく長期戦になります。一番ゴールが遠く見える書き出しこそがですね、一番しんどかったりします。 そしてですね、あの、プロットをちゃんと書いているならば、よほどプロットを無視して横道に反れない限りは基本的に書き出し以上の難所というのはありません。だからプロットだけ書いてそのままっていうのは、ちょっと今の質問者さんの、えー、状況というのはすごいもったいないなと自分は感じました。またですね、あの、疾病中はとにかく続けて書けている自分っていうのを褒めてあげてください。世間的に見たら毎日 本当に原稿用紙1枚前後の文章っていうのを書き続けるっていうのは多分本当にすごいことなのでこれはねあの褒めてあげていいと思いますということで、えー、今回の、えー、私からの回答がですねあのヒントになれば幸いです、えー、ということでですねあの西宮さんコメント本当にありがとうございました では最後にですね、あの、宣伝の話、いつものを宣伝させていただきます。えー、私、小説サークル世界分岐観測所というところで活動を続けてまして、サークルのサイト、小説家になろうにて、小説を無料で掲載しております。あとは、あの、ノートを解説してまして、こちらのノートの方でですね、 えー、今回話した内容とかをですね、テキスト版にして載せてますので、えー、そちらも後で見てもらえればいいのかなと思います。えー、概要欄にですね、URL 掲載してますので、えー、そちらから飛んでもらえればなというふうに思います、えー。最後になりますが、当チャンネルの登録、いいねもよろしくお願いしますということで、今回の、えー、動画は終わりにしようと思います。どうもありがとうございました。